ひらめき算数、気づいたら簡単な中学入試の両問、おまけ問題付きです。では始めましょう。一辺の長さが9センチの正方形 ABCD の中に、中心が頂点 B で半径が9センチの円の円周の一部 AC が書かれています。辺 AD、辺 BC の真ん中の点をそれぞれ EF とし、E と F を結ぶ直線と円周の一部 AC が交わる点を G とします。この時円周の一部 GC の長さを求めてください。円周率は 3.14 とします。では解説をします。点 B と点 G、点 C と点 G を結ぶとき、円の半径より AB イコール GB イコール BC イコール9センチ、 EF を軸とした対称性により GB イコール GC なので、三角形 GBC は正三角形です。よって角 GBC イコール60度であるから、弧 GC の長さは扇形 BGC において上のようになり、9.42 平方センチメートルが正解となります。おまけ問題です。図のような扇形があります。あの部分と井の部分の面積の差は何平方センチメートルですか？同じ印のついた辺は同じ長さです。円周率は 3.14 とします。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題を解く方法を解説していますので、概要欄の URL からご覧になってください。